ビリアマルティンは、スペインアンダルシア州カディス県のムニシピオ。2017年の人口は12,207人。シエラでカディス郡の中央部に位置する。スペインの重要文化財に指定されているマトレラ城がある。農地から見たビリアマルティンビリアマルティンは、アンダルシア州カディス県の北端近くにあるため、カディス県の県とカディスまでの距離は 85km であり、 アンダルシア州の州とセビリアまでの距離もやはり 85km である。自治体面積は210平方 km である。標高は 167m である。セビリア県のウトレーラやエルコロニール、カディス県のエスペーラ、ボル、ノス、アルコスデラフロンテーラ、プラードデルレイ、アルゴドナーレス、プエルトセラーノなどと自治体協会を接している。 ボルノスとの間には、グアガレーテガーの支流が流れており、1961年にはボルノス貯水池が完成した。貯水池の周囲は1989年にボルノス貯水池自然公園に指定されている。将来的には、カディス県ヘレスデラフロンテーラーとマラガ県アンテケーラを結ぶ高速道路が、ビリアマルティンを通過する予定だが、建設工事は中断している。 アルベリテ遺跡6000年前に遡る、戦死時代の史跡墓である、アルベリテ遺跡がある。この史跡墓は1993年に発見され、イベリア半島有数の古さとされる。石室は23メートルの長さを持ち、二人が埋葬されていた。この地には農業を行っていた古代ローマ人の集落もあり、その後は五世紀から西豪都族に短期間支配された後、 8世紀初頭には、イスラーム勢力の支配下となった。修復後のマトレラ城、標高523メートルの丘の上には、中世の城跡である、マトレラ城がある。マトレラ城は、イスラーム時代の9世紀後半に後ウマイヤ城の、ウマルイブンハサンによって建設された。13世紀には、カトリック勢力のカスティーリャ王フェルナンド三世によって、この地が征服され、マトレラ城は、 フェルナンド3世によって再建された。14世紀初頭には一旦イスラーム勢力の手に戻ったが、1341年にはカスティーリアをアルフォンソ11世によって再度征服された。しかしこの地はグラナダ王国と諸王国の国境地域であり、1408年と1455年にはグラナダ王国のイスラーム勢力に包囲された。1949年には、 マドレラ城がスペインの国定史跡に指定され、1985年にはスペインの重要文化財に指定された。2010年には建築家のカルロス・ケベードの指揮によってマドレラ城の修復計画が開始され、2015年に完成したものの、その修復内容については、スペインの文化遺産保護団体であるイスパニアノストラから、等は原型とも、 中世の城とも全く関係のない形になって、しまった近代的な塔のようになり、地元の人々はショックを受け、怒っているなどと告評されている。一方で、イギリスのガーディアン氏は、修復内容がネオブルタリズムであるとし、ムーア人によるオリジナルの建築外とした影響力を復元していると称賛している。ありがとうございます。